はい、ということで、今年の梅雨は何かがおかしいということでちょっと話させていただこうかなと思います。梅雨入りがまず全体的に遅いんですよね。平年と比べても遅いですし、去年と比べてもだいぶ遅いということで、まあ、特に、中国、近畿、東海などでは、まあ、約1ヶ月近くですね、3週間遅い梅雨入りと、去年より、3週間遅く梅雨入りということになっております。平年と比べても約2週間、遅れての梅雨入りということになっております。ただ、梅雨明けについては、まずこれ沖縄の時点で、まずちょっと差が出てるということなんですけども、沖縄とか奄美ですね、去年とか平年比と比べると早く梅雨明けしてるというところなんですよね。これでちょっと考えて考察していこうというところなんですけども、今年の梅雨は短期集中型といったところで、他の梅雨明けも、早くなりそうな感じがするということなんですね。で、関東甲信につきましても、どうもですね、7月に入ってもすぐ梅雨明けするんじゃないかっていうような、そんな感じの